スクールオブザフューチャー、未来の学校。学習グループのプロジェクトヘッドライトはボストンのある小学校で実施されています。ディレクターのセイモア・パパートは次のように語ります。このヘニガンスクールは市内にある公立の小学校です。この小学校を選んだ理由は、一つには児童のうち黒人が 40%、 スペイン系が 40%、 白人が 18%、そしてアジア系が 2% という人員構成であるからです。また学問的な効率という点からは、この学校にはマグネットスクールプログラムというものがあり、都内の一般クラスから上級ワーククラスと呼ばれるクラスに子どもたちを呼び寄せることができ、そこで一歩進んだ特別のプログラムを受けさせることができるからです。将来の学校とするためには、単に技術を持ち込むこと以上のことをしなければならないし、一つの文化を創造しなければなりません。とりわけこの学校に代表されるような人種的問題に取り組まねばなりません。このプロジェクトは将来の学校とはどのようなものなのかをスケッチするための一つの試みです。将来学校がどのようになるのか、本当のところ誰にも分かりません。ただ一日中紙と鉛筆を持って机に向かっている子どもはだんだんいなくなり、紙と鉛筆に代わってコンピューターが重要な役割を果たすようになるだろうということは分かっています。学校や家の中に入ってみると、そこに多くの鉛筆やクレヨン、絵筆などを見ることができます。なぜならそれらの道具が人々の生活の一部となっているからです。人は絵を描いたり文章を書いたり計算をしたりするために鉛筆を用います。同様にコンピューターを用いることもできます。コンピューターは数学や音楽、そして諸々のことに利用できる道具です。私たちの目標は、誰もが必要な時にコンピューターを利用できるように、コンピューターを私たちの文化の一部とすることです。例えばこの学校にはレゴ、ロゴのような特別なプロジェクトがあります。それは単におもちゃで遊んでいるように聞こえるかもしれません。しかし子どもたちは非常に洗練された方法で遊んでいるのです。子どもたちはレゴを用いて組み立て、コンピューターで彼らが組み立てたものを制御します。子どもたちはプログラムすることを学び、さらに動きやフィードバックに関する重要な概念を学んでいるのです。彼らは工学設計の原理を学んでいます。そしてとりわけ彼らは知識とは統合化されたものであること、そして科学的な知識や数学的な知識も彼らが学校に上がる前の幼い時からやってきたことや、おもちゃに対するのと同様に熱中できるものであることを学んでいます。私は以前から音楽は子どもたちの生活において、また彼らがいかに学ぶかにおいて特別な役割を持っているはずだという考えを持ってきました。この考えは、我々が他の分野においては子どもたちが創造的であることを期待するのに、音楽に関しては単に彼らが他の人々の創造的な作品を再現することを期待しているという奇妙な事実によるものです。我々は子どもたちが自らの絵を描き、話を作り、詩を作ることを期待しますが、彼ら自らの音楽を作ることは期待しません。この特殊性は音楽的な技術が持つ本質的な性質によるのかもしれません。しかし今まさに楽器としてコンピューターを用いて音楽を創造し、自らの演奏能力と独立にそれを聞くことができるようになりつつあります。一日中、あるいは音楽の時間の間でさえ、子どもたちをコンピューターの前に座らせようとするのではありません。彼らはコンピューターで、そしてまた実際の楽器で音楽に接し、そして彼ら自らの楽器さえ作り出します。ここでの私たちのゴールは、学校をコンピューターで埋め尽くすことではありません。コンピューター化されたカリキュラムに持っていくことでもありません。コンピューター文化を築くことを試みることだというのが、より適切な表現です。コンピューター文化をしっかりと創造的に根付かせるような新しい種類の学習環境を育むことが、このプロジェクトが今まさに経験しようとしていることなのです。